はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりの武蔵屋さんシリーズ撮っていこうと思います。本日はですね、秋津駅にございます武蔵屋さんに訪れております。こちらの武蔵屋さんのスープなんですけれども、若干ですね、他のお店と違うような材料なんかも入ってるみたいでして、かなり独特ということで楽しみなんですが、そんなお話をしながら早速お店に着きました。早速ではございますが、約束の時間となっておりますので、店内に入って美味しいラーメン食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、こちら武蔵屋さんに到着しまして、もうすでにですね、注文は完了しております。もちろん今回もですね、まず1杯目に通常のラーメンをいただいた後に、まあ、特製のねラーメンをいただいていこうと思いますが、今日はですね、ちょっと我慢できなかったので、1杯目のラーメンにもですね、ほうれん草と海苔を追加させていただきました。で、ご飯物に関しましても、こちらの武蔵屋さんライスは無料なんですけれども、オリジナルの丼があるということで、まずね、1杯目は通常のライスではなくて、そちらのオリジナルの、ご飯物をですね、注文させていただきました。もうすでにですね、1杯目作っていただいておりますので、完成するまでね、もう少々待ちたいと思います。ということで、ただいまですね、一杯目いただきますラーメンが到着いたしました。こちらでございます。めちゃくちゃうまそう。早速ですね、こちらの出来たてのラーメンいただきたいと思います。いや、あー、うまっ。あー、うまっ。豚もガツンとくるけど、油の処理感もガツンとくるね。うまっ。待って、スープ飲んじゃうこれ今回もね、1杯目は味の濃さだったりとか油の多さ、これ全部ね普通で頼んでるんですけども、パンチ力があるわ。はい、じゃあ、まだ一口も具材食べてないのにスープ飲みすぎだね。さすがにね、もうちょっとこの麺負けませんので、いただいちゃいましょう。うまっ、うん、あ、うまっ。でね、こちら先ほどご説明させていただきましたオリジナル丼ということで、ネギちゃんマヨ丼注文させていただきました。これとさ、一緒に行こうよ。追加したほうれん草と海苔をこれスープに浸して、あのね、これはね、動画ってことを忘れて食べちゃう。多分ね、一回食べてもらったら分かるわ。止まんないだよ。ということで、一杯目、ごちそうさまでした。
2杯目はですね、もうすでに注文しております。もう僕の好きなわがままのねトッピングしておりますので、そちらもね到着するまでもう少々待ちたいと思います。でちょっとですね、もちろんこちらの武蔵屋さんも卓上のアイテムが結構あるんですよ。卓上に関してはこんな感じで、こちらがですねまずニンニクで、続いてコチュジャン、刻み生姜と定番のですね、お酢やごまで胡椒なんかもあるんですけれども、やっぱり今日もですねちょっとベースがうますぎる甘いですね。多分味変しません、そのまんま最後まで食べちゃうと思うな。あります、いただきます。はい、はい、うまそう。ということで本日ね2杯目にいただきますのがこちら、特製ラーメンの中に海苔ダブル、ほうれん草ダブル、チャーシュートッピングでございます。スープも麺も見えないぐらいで具材もりもりの状態でございますが、こちらもねいただきたいと思います。でさっきのね並盛りと違って特製ラーメンになりますと、こちらの九条ネギと卵がトッピングでつく形になりますね。ちょっとこの具材はライスがいくらあっても足んない ね。今回はねこちらの白いライスで、うまっ、うん、ちなみにねこの2杯目の特製ラーメンは味濃いめで注文しております。なので余計にねこのトッピングたちがおかずになりますわ。これどうよ、海苔チャーシューに、いやー世界一うまいご飯。ちなみに4月の現在券売機を見ると、通常のラーメンにプラス現金制で100円足すと辛いラーメンだったりとか豚骨魚介のラーメンに変更できるみたいでして、ベースのスープがうまいからちょっとそっちも気になっちゃうね。はい、台を変えるお願いしますか。すいません、うん、もう案の定ですね、ご飯一杯じゃ足らなかったわ。うん、もう何度も言うようだけど、やっぱ動画の撮影以外ではさ家系もう完全に禁止してるんですよ、ダイエット中なので。だからねこの撮影という、まあ、名目でね食べるこの家系ラーメン、罪悪感とともに最高にうまいわ。せっかくなのでこれライスの方には武蔵屋さんで無料で提供されているカッパ使っていきましょうか。またねこのカッパをあえたライスがめちゃくちゃうまいんですわ。うん、なんだかんださこんなうまいラーメンが残りわずかっていう現実、これがちょっと辛すぎるわ。もっと食ってない。そしたらただいまですね、麺具材と、まあ、卵以外はねなくなりました。最後ですねちょっと締めにご飯取っておきましたので、まあ、これを入れて最後はねこの美味しいスープで雑炊で締めていきましょうか。うわこの半熟の黄身よ、たまらんねこれ。
様でした。はい、ということで先ほどですね、武蔵屋秋津店さんで美味しいラーメン食べてまいりました。早速ではございますが、本日の総評に参りたいと思います。まずは油ですが、多めに2、返しに関してはど真ん中で、最後スープに関しましては濃いめに2とさせていただきたいと思います。通常のね、家系のお店さんではなかなか使わないような部位の、材料を使っておりまして、そちらから出る風味プラス背脂だったりとか血合いの脂のこのまろやかさっていうのかな、そういったものがふんだんに出ておりまして、しっかりとしたこの醤油の旨味っていうものもあるんだけれども、それ以上にやっぱりこの油の全体的なまろやかさっていうのは際立ったようなうまい家系ラーメンでございました。油が多い分ですね、しっかりと動物系の香りが強いので、そういった風味が好きな方にはビシッとハマる家系じゃないでしょうか。ただですね、油由来のこのまろやかさっていうのはスープの濃度によっても若干味の違いが出てくると思います。まろみが強かったり弱かったりする時間帯もあると思うので、ぜひですね、皆様も自分の好きな時間帯を見つけて、武蔵屋さん楽しんでみてくださいということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルも活動を行っておりますので、そちらは概要欄から合わせチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。久しぶりの武蔵屋さんシリーズいかがでしたか。いやー、あのね、秋津店さん美味しかったよ。その豚の感じ、パンチがある一杯なんだけれども、その風味、動物系の強さっていうところを油のねまろやかさでしっかりとコーティングして、いいバランスになっておりました。ライスも合う一杯ですので、お近くでね気になったような方はぜひですね、この秋津店さんで美味しい家系ラーメン食べてみてください。で、本日の最後は雑談コーナーということで、まあ雑談というかね、本日は前回上げさせていただきましたあのトーク、動画変えますみたいなね動画についてなんですけれども、コメント欄でね、ごめんなさい、いっぱいなんか心配をいただいております。なんていうのかな、そんなその心配をいただくようなことではなくてですね、まあ僕の中で基本的にはもともとね、みんなと楽しめる動画でないと嫌なんですよね。まあもちろんしたいことをさせてもらってるんですけれども、そのしたいことの一つの中にお互いがね、作ってる方も見てる方ももちろん楽しめるっていう部分に関して、それもね、本当に僕のしたいことではあるので、したいことをしますよと、まあ、ご報告っていう感じなんですよ。なんかさ、こう見てもらってるのにさ、変えた段階で、何にも言わずにじゅん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 どん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 変えていくようなね、そんなスタイルの方ももちろんいらっしゃいますけれども、なんかこう勝手にね変えて、もう俺のについてこいよみたいな感じのスタンスは僕個人的には失礼というか嫌なんでね、まあちょっと変えますねっていうことを報告しただけなので、なんかこうすごい悩んでるとか、そのコメントとか指摘のせいでしたいことができてないんじゃないかみたいな、そんなね心配いただくコメントをいっぱいいただいたら、はい、でも全然大丈夫です本当に日々楽しくですね、動画撮影編集させていただいておりますので、引き続きですね、変わらず、一緒に動画の方を楽しんでいただければいいなと思います。はい、そんな感じで今日の雑談コーナーは手短に、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。